コメコメと歌いたいな。スイちゃん、もうかっこいい曲歌ってるから。プリキュア歌おうよ、プリキュア。ねえ、星町のプリキュア聞きたいな。ねえ、色合いがね、プリキュアっぽいしね。5人とかでもね、やれた5人。5人だとあれやろ、なんだっけ。スマイルプリキュアの木なの。ねえ、ずっと前になんかファーっとみたいなあったよな。ホロライルプリキュアみたいなやつ。ネネチとミコとラミータもいた。ピンク、水色、黄色でしょ。紫のしおいちゃんでしょ。で、ファウナだ。JP だとどうだろうな。JP だと、ラミーもネネチもいてほしいな、絶対。で、ピンク、ミコ、ミドウ、プリキュアって何色だっけ。そうだよね。ルシアさんがいてくれたらな、ちょっと。紫は、でも、ロリすぎるな、シオンタン。ホロライブプリキュア作ってください。イロハ殿、イロハ殿、だから、髪色で合わせたいな、髪色で。まあ、でも、あれか。シオンタンは白だもんな。灰色か。ねえ。イロハタンもいいな。ラプラス。ラプラのプリキュアやろうよ。なんか、プリキュアやりたくなさそうな人にプリキュアさせたいな。もう、そんなキャラじゃないし、みたいな。なんか、プリキュア歌わなそうな、かっこいい系の人にプリキュア歌ってほしいよな。山田、プリキュア歌ってほしいな。今度、歌枠に、歌枠やってたらリクエストしようかな。プリキュア歌ってください。意外と好きそう。あ、トワ様ね。あ、トワ様いいじゃん、トワ様。めっちゃいいじゃん。絶対合うじゃん。ねえ、かっこいいプリキュアになりそう。この前さ、あの、アモアスでさ、トワ様がさ、ロリになってくださいみたいな、なりきりシチュエーションだからさ、なんかロリパートの時にめっちゃ恥ずかしがってるの意外だったわ。めっちゃ可愛かった。ね。ロリトはめっちゃ好きだったの。ねえ。あれ可愛かった。させたいね。リクエスト、まだお待ちしております。何かありますか？ルイネー、ルイネーとかは、なんか敵側で出てきてほしいな。プリキュアになりたいな。桜咲く未来恋夢。まさかその曲がリクエストされるとは。桜咲く未来恋夢。空が青いよね。君が微笑んだ。何気ない一言は心繋いでく。ね。